ヤスチンのあなたも女優よイエイイエーイということで皆さん魅惑のお姉ダンサーヤスチンでございますイエーイということでご縁がありまして毎月第2月曜日の16時から番組を持たせていただくことになりました10月からスターティンしまして えー、今月11月でですすね2回目でございます毎月第2月曜日でございます皆さん。ということでこの番組はですねあの私普段んダンスをやってますけれどもダンスのいろんなお話とかレッスンとかはもう普段やってますのでこの番組で何ができるかなーって思っていろいろ考えたんですけれども私あの人間の舞台裏とか、えー、人の生き方とかいろいろドキュメンタリー番組とかそういうのが大好きで。 いろいろ見たり聞いたりするんですけれどもなんかそんなことをテーマにお話をいろいろできたらいいかななんて思ってあの始まりましたでテーマを3つぐらい設けてですね第1関門第2関門第3関門みたいな感じでテーマ別でお届けしたいと思いますけれどもまず第1関門が「自分らしい生き方」 ということで私がダンスをやってるからなんですけれども、まあ、芸能とかフリーランスとかそういうお仕事をこれからチャレンジしたいなっていう方とか既、まあ、にやってらっしゃる方とかいろいろお話をすることとか、まあ、私がねこの番組はあの上から目線でアドバイスをするわけではございませんで、えー、こうやってベラベラ喋りながら何かのきっかけになればみたいな感じなので何かしら共感していただけたらななんて思っておりますはいそして第2関門は「自分探し」 ということであのー、昨今 LGBT という言葉が結構耳にすることが多くなりましたけれどもそんな感じで、えー、自分とは何者何かなのかみたいな感じで <laughs> あのお話をしながらいろいろ探っていただけたら探っていきたいと思いますそして第3関門がですね人間の光と影ということで最近なんかあの芸能界でいろんなお話とかニュースになったりしてますけれども、まあ、そういう人の心の闇とか えーまあ、光と影ですからねその,あの舞台裏でどんなことがあってそうふうになったのかみたいな感じでちょっといろいろお話をしていきたいなと思ってますそんな感じでスタートしてますけども、あのー、そう先ほどもお伝えしましたけど私が上から目線で何かお話しするわけではないのでこうやってベラベラしゃべりながら、えー、共感していただけて何かのきっかけになったら嬉しいななんて思っておりますということで 毎月第2月曜日16時から17時。安賃の「あなたも女優よ」よろしくお願いします。イエイエーイェイ